文京区立元町小学校はかつて東京都文京区本郷一丁目に存在した公立の小学校。1911年に創立。関東大震災後の1927年に現在地に移転し、鉄筋コンクリート製の校舎に建て替えられた。1930年には隣接地に元町公園が開園した。元町公園は 震災復興52小公園の一つで、当時の姿を最も色濃く残す公園として知られている。生徒数の減少のため正子小学校と統合することとなり、1998年3月31日、閉校。旧正子小学校の地に新たに、本郷小学校が開校した。旧元町小学校の校舎は、その後、旧正サ小学校校舎建て替えのため、 1999年4月から2001年12月まで本郷小学校の校舎として使用。また、2002年から2003年12月にかけては、大院中学校、高等学校、2004年12月から2006年にかけては、東京田中地位を復職専門学校の新校舎建設に伴う仮校舎として貸し出された。現在でも校舎は現存しており、 選挙の際の投票所などとしても活用されている。2010年からは新たに順天堂大学に6年間の予定で貸し出されており、病後児保育施設も併設された。文京区は今後の学校及び公園敷地について、老朽化した文京総合体育館の移転先の候補地として検討していたが、現存する数少ない復興小学校校舎としての 歴史的価値から保存を求める声が上がっていた。後に、新しい文教総合体育館は、第四中学校は土地に建設されることとなり、2013年に開業している。ありがとうございます。